白いとこまで行くとは思うけど、いるんじゃねえ、うちばいし下舐めてくる。あそこで本当にあれが本当に最大の勝負どころやったよな。ね。そんなに役割があるだけの話。それもまあ、あの考えられるよな。ちょっと気になるよな。大森このレースも絶対あのあれって大森なんだ。だったらどかされるな、間違いなく。はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ファイヤープロレスリングワールド、ライブ配信始めていこうと思いますが、国際プロレス編ですね。1980年デビリッシュファイトシリーズの、今回が第3回目ですかね。第4回目か。ということで、今回は、テキストエディター画面こんな感じで、11月14日の山口県萩市大会から行います。ぜひ見てください。そして、この配信はツイッチで行っております。ぜひツイッチのチャンネル登録、アカウントフォローかお願いします。プリーズマイツイッチアカウントフォロー。はい、そしてこの配信のアーカイブ、ツイッターじゃない、 YouTube でアップします。2日後ですね、9月2日21時頃にプレミア公開で流す予定です。ぜひ見てください。チャンネル登録高評価もお願いいたします。ディスライブアーカイブアップル、マイ YouTube チャンネル、まあ、YouTube チャンネル、サブスクライブド&グッドボタンプリーズ。旧 Twitter である X のアカウントもございます。ぜひアクセスお願いします。アカウント、まだの方、アカウントフォローお願いします。また、ツイート、ポストのリポスト、いいねもお願いいたします。TwitterX、マイアカウント、フォロー、アンドリポスト&グッドボタンプリーズ。はい、では始めていきましょう。
まずは、このマッハ隼人と米村天心、こちらのシングルマッチからです。飛びますね。飛び合ってる。今度ツー。カウント2.9。
逆さ抑え込み 2.9 さらにフォールへ、フォール多いですね。カウント2。そして振って、あっと、外した。そしてサソリです。さあどうだ、決まったか。まだですね。上がらない。リバースへ返す。場外線。さあ、飛びに行くか、マッハ隼人。飛ばないで待ちますね。スリーカウント。マッハ隼人がシーツ通りの勝利となりました。前方回転エビ固めとなります。次が、カン・スンヤン対アレックス・スミルオフのシングルマッチですね。カン・スンヤンですね。で、外国サイドからアレックス・スミルオフとなります。では行きましょう。カン・スンヤン対アレックス・スミルオフシングルマッチです。はい、こちらシーツでは当然スミルオフは勝っております。パンチパンチ。
て、あと決まってしまった。あっさりカンスンヤンやられてしまいました。ここはスミルノフ強い。スタンディングクラッチとなっております。さあそしてえ次が、ラッシャー木村とキラーカールクラップですね。こちらのシングルマッチとなります。こちらシーツでは木村のリングアウト勝ちとなってます。45分。はい、では行きましょう。ラッシャー木村対キラーカールクラップのシングルマッチです。さあカバーに行きます。おっとブレンバスター、カウント2。カウント2です。カバーに行きます。 2.9 ラリアット蹴りをゴツゴツした試合になっております。さあ振って、おっと動けない。ラッシャー木村。
か。サイドバスター、ヘッドバット、お、さあこれはクレ、黒攻撃、再び続いて顔面かきむしります。ブレーンバスター、そしてジャンピングパイルドライバー、12分か。さあ黒攻撃、ちょっと木村動けなくなってきてるぞ。さあ持ってきました、再び黒攻撃、これは効果的ですね、黒攻撃が。お、ボストンクラブ、そしてジャンピングパイルドライバー、乱入だ。さあ決まってしまった、打者木村黒攻撃の前に沈みました。さあ続いて、いよいよサーキットは九州に上陸です。見ていきましょう。ご覧の通り、大分県湯布院町ですね、これは現在の湯布院市、湯布市ですねの一部になってまして、湯布院温泉でおなじみのところです。そこにプロレスが入ってきました、やってきました。第何試合かなこれ、15日、あ、第3試合か、だいたい20分ですね。こちら、結末は両者リングアウトとなっております。果たしてゲーム内ではいかがでしょうか。試合開始です。
して、パート2ボストンクラブ。カバーに行きます。 2.9 です。2.9。黒タイツが大山活動、白タイツが菅。水温ですね。関水温です。場外へ。おっと、鉄柵に当たった。サイドスープレックス。ショーダースルー。 2.9。ブレンバスター逆さ抑え込み。 2.9。 逆さ抑え込みだが、ブレンバスター効かず。場外戦です。
ボディスラム。カバーに入ります、大山。スリーカウント。大山が勝利となりましたね。チャッピングヘッドバット。さあ次ですね、寺西勇対米村天心、まあ、ここは格の違いで寺西がしっかり勝利しております。30分かな。ロープチェックオンにしましょう。では行きましょう。寺西勇対米村天心のシングルマッチです。下十字。カウント2。キャメルクラッチ。
パート2。キャメルクラッチ、カバーいった 2.9 丸め込む、カウント2。丸め込んだ、スリーカウント、寺西が米村を破りました。さす、この湯布院大会最後はアレックス・スミルノフと鶴見五郎のシングルマッチです。45分かな。まあテンポ早く行ってみましょう。アレックス・スミルノフ対鶴見五郎のシングルマッチです。あとは お、いいですね。
カバーに行きます。お、投げます。ショルダークロストレッチ技だ。まもなく10分を経過しようとします。うんと、あ、レクロックですね。なんと予想と反して鶴見が勝利いたしました。ということで、そして11月17日、都城市にやってまいりました。まずはマッハ隼人と高杉正彦ですね。空中戦が見られそうな予感がいたします。いきましょう。マッハ隼人対高杉正彦のシングルマッチです。
カスト カード2アームロックスリーパーフェイスロックかな。釣り天井です。のめのスペシャル。ジャベも出てきますね。やっぱりカバーに行きます。カウント2サイドカバー。カウント2。さあスリーパー。カード2エルボーアームロック。場外カバーに行きます。スリーカウント。シーツと違って高杉がマッハ隼人を破りました。パイルドライバーで高杉が勝利ですね。さあ次です。テアイシーサム対キラーカールクラップのシングルマッチとなります。
行きましょう。テネシーサム対キラーカールクラップのシングルマッチです。ブレーンバスター2カバーに行きます。カウント2。さあこれ手合いしか出血が大丈夫か。足を飲んでですね。さあ膝十字。あそこへ
スリーカウント。手足、キラーカールシーツと違ってキラーカールクラップを破りましたね。グランドコブラツイストホールドということで手足が勝っております。さあ最後ですね、木村、井上対、プラタ、スミルオフ、となっております。60分かな。いきましょう。ラッシャー木村、マイティ井上対カルロスプラタ、レックスミオフのタッグマッチです。場外戦、お、起きて炙り。さ、ストマックブローかな？首4の字。カットに入ります。
お。カバーに行きま丸め込んだ 2.9 カウント1カウント間に合いませんでした。木村やられてしまった。やってみるか。
アルゼンチンだ。あと2、あと2.9。 2.9。 おー、スピングとホールド。カバーに行きます。スリーカウント。鶴見とやってみましょう。
もう出血が。そうしまして、エルボー、どうなる。10分を経過しておりますが、ハワイアンスマッシャーカバーに行きます。スリーカウント、あっさり取られてしまいましたね。なんとフライングメヒア、では寺西だとどうなるんでしょうか。行ってみましょう。
お。破りましたね。アニハマも見てみるか。うん、でエルボープレーンバスター、ボストンクラブ、ボストンクラブが返します。お、ブルドキングヒットロック。ん、これはドラゴンスニーパー、ストレッチマフラーだ。バックドロップ。丸め込んだ。カウント2。お、カバーに行きます。 2.9。バックドロップ。おっと、カーディアンバックブリーカーですね。
ヤシの実割りからカバーにエビがエビ固めるカウント2傑作へ。倒してストレッチマフラーです。さあどうだ、パイルダイバーネックブリカドープ、大技決まったがすぐ起き上がってアルゼンチンに返す。エルボーで丸め込んだ、カウント2。おっとスタナー、そしてこれはカーディアンバックブリーカーだ。まだ耐える。おっと痛がってるぞ浜口。ヤシの実割りからワンシュミット式バックリーカーですね。そしてボーン・アンダーロー指輪固め決まった。ジプシー城行ってみるか。
パート2。パンチ。カバーに行きます。スリーカウントやられました。もう一人行くか。ホーストホウマ、仕留めやり、そしてサーフボードですね。花固め、アトミックドープ、おっとやっちゃった、ちょっとあっさりすぎますね。
ルソンロイヤル。2.9。
お、決まった。はい、というわけで、今回ここまでとなります。11月17日まで進みましたね。 あとだいたい6、7日ってとこですね。18日以降は1、2、3、4、5、6、7日ですね。はい、ぜひご覧ください。今後ともよろしくお願いいたします。ファイプロではですね、深夜帯を中心にですね、リーグ戦の BGV などをやってます。試合を流しながら BGV を流す配信もやってますので、ぜひご覧ください。ということで、今回の配信は Twitch でお届けいたしました。Twitch のアカウントフォローお願いいたします。Please my Twitch アカウントフォロー please。この配信のアーカイブは YouTube で2日後、9月2日の21時頃からプレミア配信で公開いたします。そちらもぜひご覧ください。チャンネル登録、高評価もお願いいたします。This Live アーカイブ、My YouTube チャンネル、ARP、My YouTube チャンネル、サブスクライブド&グッドボタン、Please。旧 Twitter である X のアカウントございます。ぜひアクセスしてください。アカウントのフォロー、リポスト、いいね、お願いします。TwitterX Please visit and アカウントフォローリポスト and グッドボタン Please。 ということで、ファイアプロレスリングワールドお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。